ケントスリン酸ケイロ酸化型グルタチオングルタチオンマイナスアスコルビン酸カイロナドフナドップグレーングルタチオンレダクターゼ GSH グルタチオン GSSG グルタチオンジスルフィドダーデヒドロアスコルビン酸レダクターゼ THA デヒドロアスコルビン酸ムダルモノデヒドロアスコルビン酸レダクターゼ MDA モノデヒドロアスコルビン酸 ASC アスコルビン酸、APX、アスコルビン酸、ペルオキシダーゼ、H2O2、H2O。グルコースマイナス6リン酸、脱水素酵素欠損症とは、X 染色体上に高度されている酵素の、欠損により起こる、遺伝子疾患の一つである。グルコースマイナス6リン酸デヒドロゲナーゼ欠損症などとも呼ばれる。赤血球が脆くなることにより、 溶血性貧血などを引き起こすが、一方で、釜状赤血球症などと同じくマラリア原中に抵抗性があり、マラリアの蔓延地域では自然選択で有利であるという特徴も持つ。グルコース6輪酸脱水素酵素欠損の人は世界で4億人に達すると言われ、人の酵素欠損症としては最多の疾患である。グルコースマイナス6輪酸。 脱水素酵素欠損症の患者は、グルコースマイナス6リン酸でヒドロゲナーゼが、遺伝的に欠損しており、ナドップが還元されず、ナドフが不足する。このため酸化型グルタチオンを還元できず、還元型グルタチオンが不足し、体に発生する活性酸素が除去できないという、病態を生じる。詳細を以下に説明する。グルコースマイナス6リン酸。 脱水素酵素欠損症では、ペントースリン酸経路のグルコースマイナス6リン酸、ホスホグルコノラクトンの反応を触媒する酵素が、欠損しているため反応が進まなくなり、結果として6、ホスホグルコン酸、リブロースマイナス5リン酸の反応も進まなくなる。これら2つの反応では歩酵素を、ナドップナドフへと還元しているが、これらの反応が進まなくなることにより、ナドフが不足する。 一方、人間の体は常に活性酸素が発生している。活性酸素は反応性が高いため体に様々な問題を起こすが、それを除去する人間の備えがグルタチオンである。グルタチオンは自身が酸化されグルタチオンジスルフィドになることにより、相手を還元し、活性酸素を除去する。ただ、そのままでは GSH が すべて GSSG になってしまい、還元剤としての作用が止まってしまう。そのため、GSSG を還元し再び GSH を作り出す、補光素など負が必要となる。しかし、グルコースマイナス酸脱水素酵素欠損により、補光素など負を十分に供給できないため、酸化型グルタチオンを還元できず、還元型グルタチオンが不足し、 活性酸素の除去が十分にできなくなる。酸素を媒介する赤血球の細胞膜にて、活性酸素をうまく処理できずし脂質過酸化反応により、細胞膜が損傷されると溶血を起こす。溶血すると、脾臓や肝臓などで処理され、ビリルビンが生成するが、代謝速度以上に、多くの溶血が起きたり、肝臓の機能が何らかの理由で低下していると、目や皮膚などに、 ビリルビンが沈着し横断の症状を呈する。溶血性貧血の症状を起こすこともある。地域差が大きい。アフリカ、地中海沿岸、西アジア、南アジア、東南アジアの地域やその出身者に多く、特にアフリカ系黒色人種では11%の26%という、高い有病率を持つ。これはマラリアに対し、 この疾患が高い優位性を持っていることを示している。グルコースマイナス酸脱水素酵素欠損症は臨床症状はあまりないが酸化的な損傷には過敏であるためその注意を行う。グルコースマイナス酸脱水素酵素を欠損しているものにはいくつかの薬剤を使用できないことが知られている。例えば、マラリア治療薬の一種である フリマキンを使用すると溶血するので使えない。また、中等度以上のメトヘモグロビン血症が起こっている際に投与が検討されるメチレンブルーもこの酵素が欠損しているとメチレンブルーが作用するのに必要なナドフを生体が十分に用意できないので使えない。他、ラスブリカーゼによってもメトヘモグロビン血症や溶血性貧血が起こりやすい。 他にも、アセトアニリド、スルファニエルアミドも使用すると溶血が起こる。ありがとうございます。